国際的に有名な紙巻クレテックのブランドである j a l ムクレテックとはタバコ用にクローブや他の香料を混ぜたタバコで主にインドネシアで吸われている。クラテックという言葉はクローブを燃やす時に発する勇気音を表す犠牲語の言葉である。ジャワ島のクデス在住のハジジャマーリンは1880年代初期に気管支喘息の治療として クローブのオイゲノールを肺に到達させるためにクレテックを作った。ジャマーリはオイゲノールが自身の共通を直してくれると信じ、商品カシムラの市場で売り出そうとしたが、その前に肺がんで死去した。エムニティセミトが彼の土地を取得し新しいタバコの商業展開を始めた。現在、インドネシアでクレテック製造に従事する人は18万人以上で、 さらに1000万人もの間接的な雇用を生み出している。インドネシアでクレテックはそのきつみが非常に好まれ。またクレテックではないタバコと比べて部分的ながら税制上優遇されるため喫煙者の90%以上がクレテックを吸っている。また、インドネシアには大手やローカル合わせて100モノクレテック製造業者があり、国際的に知られているブランドにはインドネシアが 紀元のサンンンポルンル、ルナ、ベトジャム、ム、グダンガララウィズミラクなどがある。アメリカ合衆国のナットシャーマンもア・タッチオブクローブというブランドを販売しているが実際はタバコ用にクローブの香辛料を混ぜるのではなくフィルター内にクローブの香りが入った小さいクリスタルを入れていることから本物のクレテックではないとされるジャワ島でのタバコの葉を仕分ける作業タバコは 植民地時代にオランダから伝来した。クレデックの始まりは19世紀後期にまで遡る。クレデックを考案したのはインドネシアの中部ジャワ州にあるクドゥスの町の住人であったハジジャーマーリである。胸の痛みに苦しんでいたジャマーリは痛みを抑えるために自身の胸にクローブオイルをこすりつけていた。また、 痛みをより抑える方法や乾燥させたクローブの目とゴムの木の樹液を加えた手作りのタバコを吸う方法を模索していた。この逸話によれば彼の頭だと共通はすぐに治ったとされ、この治療方法は彼の隣人に広まっていき、クローブタバコはロコ、チェンケノナで薬局で販売されるようになった。このように当初は治療薬としてクレテックは内外に広まっていった。その後、 地方では特定のブランド、パッケージのない注文もしくは生産における原料の制限の中で販売するために手巻きのクレテックが使われていた。クルスに住むニティセミとはクレテックの販売をするための数々のアイデアを持ち、他の業者に先駆けて1906年に初めてのブランドであるバルティガを発売し、エンボス加工の包装や宣伝材料の無償提供といった前例のない、 販売手法で大きな成功を収めた。しかし営業生産は1930年代まで本格的に行わなかった。1910年代のクレテックは天然樹脂、ナツメグ、クミン、クローブ、タバコをバナナの葉で包んでいたさらに似てセミとはアボンシステムという生産システムを開発し十分な資本がない企業家にも機械を提供した。このシステムでは アボンと呼ばれる従業員が製造した商品を企業に納入する出来高制であるが、その企業はアボンに必要な生産材料を供給する責任を負うというものである。しかしその後多くの生産業者は品質水準を維持するために労働者を自社工場で雇用することを選んだ。現在ではアボンシステムを採用しているクレテック製造業者は数社のみである。 1960年から1970年の間、クレテックは白タバコに代わる国の象徴となっていった。1980年代中頃には多くの商品が手作業から機械生産にとって変わるようになり、インドネシアにおける最大級の収益源の一つとして、大小500工場あるクレテック産業は現在では約1000万人の雇用を創出している。 2009年よりアメリカ合衆国でのクレテック紙巻きタバコの販売が禁止されている。これに対してはオリジナルのクレテックとサイズや形やフィルター、オリジナルのタバコ用とクローブのブレンドが同じ、葉巻きタバコが販売されている。タバコ用の品質と種類はクレテック生産の中で重要な役割を果たしている。1銘柄で30種類以上のタバコ場が使われ、ブレンドされている。 粗引きしたクローブの乾燥つぼみが、タバコ用ブレンドの約1、3の軽量で加えられる。多くの商品には、機械生産や手作りの最終工程で、紙巻きタバコの切り口に、甘味料が噴霧されている。ヨーロッパ、南アフリカ共和国、南アメリカ各国で売られている、ジャルムブラックには10、12mg のタールと 1mg のニコチンが入っていることがパッケージに記載されている。 このタールとニコチンの水準は他の通常もしくはフルフレーバーのタバコの大半に匹敵するがインドネシア仕様のジャルムブラックの方が入っているタールとニコチンの量は著しく高くそれぞれ 25mg、1.6mg となっているカナダ仕様のジャルムブラックはタールが 44.286mg、ニコチンが 1.733.24mg と記載されており 他のほとんどのタバコと比べてかなりの量である。喫煙者10人の常脈内で検出される結晶中ニコ人ンと1酸化炭素の水準がクレテック喫煙後に計測されたが、マールボロのようなクローブの入っていないタバコの場合と変わりがないという結果だった。ラットに短期間でありきたりな紙巻きタバコとクレテックを等しく吸引させると、クレテックはありきたりなタバコと比べて、 ラットに悪影響は出なかった。この実験は14日間繰り返されたが、クレテックは通常のタバコと比べて悪影響は出なかったとされる。クローブの煙から生じるオイゲノールは、咽頭反射を減らす喉の痺れの原因になり、主要な研究者は、軌道感染に注意するように呼びかけている。また咽頭反射の減少は、塩化肺炎の原因の一つになることがあるという。 アメリカ合衆国において、紙巻きタバコは2009年に、米国上院でタバコ場やメントール以外の特定の成分から生じる特定のフレーバーが入ったタバコの販売を禁止する法案が提出されるなど法的規制や政治議論の主題になっている。アメリカ疾病予防管理センターによる調査でクレテックは未成年者喫煙の割合で比較的小さく、 高校生間では減少していることが分かった。この法案への批判として、米国内の大手タバコ会社で、普通のやメントールのタバコしか生産していない、フィリップ・モリスがこの法案を支持していることで企業を競争から守るための法案でしかないということである。ユタ州、ニューメキシコ州、メリーランド州などいくつかの、米国州ではクれてック販売禁止法が可決された。 2005年3月14日、フィリップ・モリス・インターナショナルは、インドネシアのタバコ会社である PTHM、サンポルナを、主要株主から40%の株を取得して、買収することを発表した。2009年、米国議会に提出され、バラク・オバマ米国大統領が署名して成立した、家族喫煙予防とタバコ規制法によって、アメリカ食品医薬品局にタバコを規制する権限が、 強化され、規定の一つしてクレテックを含む、メントール以外の香りをつけた紙巻きタバコの販売が禁止が盛り込まれた。同年9月22日時点で、アメリカ合衆国で、クローブタバコは販売も配布も法的に不可能であり、海外でタバコを買っても米国税関で押収されてしまう。2010年4月12日、インドネシアは世界貿易機関に、 米国によるクレテック紙巻きタバコ販売の禁止に関してメントールタバコが新しい規制の対象外になっているため不当な差別であるという内容の正式訴状を提出した。国際貿易を担当する貿易商局長のガスマルディバス・タミは、インドネシア政府は米国による貿易協定の強制規格、任意規格及び適合性評価手続き、 衛生植物検疫措置の適用に関する協定における違反の調査を WTO 委員団に申し入れたと発表した。TBT 合意にはクローブタバコとメントールタバコは類似製品と定義されているという特別な重要性がある。差別に対する批判はグレテックの99%は米国以外の国々から輸入されていてメントールタバコはほぼ全て米国のタバコ会社が 生産しているという主張で強化された。インドネシアの主張は米国における若いクレテック喫煙者と若いメントール喫煙者のとの比較でさらに強化されていった。米国の健康に関する報告書によれば、米国において若者喫煙者の43%がメントール喫煙者で総喫煙者数の25%近くに上っているとしている。若者喫煙者はクレテックに慣れているが、 米国におけるタバコ消費量の1%未満で、タバコ販売本数も1%に満たないとされている。2012年4月4日、WTO はインドネシアに有利な判決が下されたが、米国法への影響は不透明である。インドネシアは世界一のクローブタバコ生産国で年5億ドル相当の製品が輸出されている。 アメリカ合衆国に代わるクレテックタバコの国際的な販売先はオランダ、ドイツ、フランス、オーストラリア、ブラジル、バヌアツなどである。欧州のみより小さいパッケージでより薄いタバコが販売されており欧州連合が定めるニコチンとタールの最大量を遵守している。南アフリカ共和国でもより小さい10本入りパッケージで、 タール10から1 2ラム、ニコチミ1から1 2ミリグラムとして売られている。日本のクレテック消費量。2017年8月4日、日本タバコ産業は、インドネシアにおいてクレテックタバコ事業6位の PT、カーやリビーマハード化と同社製品流通、販売の PT、スーリやマスティカヌサンタラの全株式を取得し、日本での商品展開を行っている。 ありがとうございます。